すみたやチャンネル、すみたやチャンネル、どうも皆さんこんにちは、まつりすみたやのおしんちゃんでございます。そしてこれもおしんちゃん。今回は特注オーダーメイドのセッタ用のおかたびのご紹介になります。お祭り衣装ってこんな感じで黒とか白とか紺みたいに単色の地味な衣装が多いと思います。なんでおかたびもね、単色の地味なものを履いている人が多いと思います。でもお祭り、せっかくの年に1回のお祭りなんで、もっとね人とは違ったおかたび履きたい人もいると思います。そんな時はね、祭りすみたやに町内とかみこし会のような団体で配られた手ぬぐいを1枚送ってください。そしたらね、世界に一つしかないオリジナルのおかたびをオーダーメイドで制作させていただきます。オーダーメイドでおかたびを作れば、こんな感じでありふれたおかたびも、せーのポンね、こんな感じでとっても個性的な足元にすることができます。おしゃれは足元からっていうでしょ。なんでね、人と差をつけるためにもこんな感じで特注オーダーメイドでおかたびを作るっていうのもいいんじゃないでしょうか。はい、あともう一つオーダーメイドのおかたびの活用方法をね、ちょっとご紹介したいと思います。まあね、こんな感じで好きな生地を使っておかたび作るのもいいんですけれども、こうやってオーダーメイドで腹掛けと桃引きを作った時、やっぱおかたび、何色のおかたび履いたらいいのっていう人ね、たまにいると思うんですけれども、そんな時は腹掛け桃引きと同じ生地でおかたびを作るとコーディネート的にとってもマッチしていていいと思います。例えばこんな感じでちょっと紺色のゴムズボンなんかをオーダーメイドで作った時は、このズボンと同じ生地でおかたびを一緒に作る。こうするとね、もう完璧なコーディネートですよ。他にもこんな感じでグレーの桃引きを作った時は、一緒の生地を使ってこんな感じでおかたびをオーダーメイドで作る。こうすることでコーディネートがとってもね、かっこよく決まると思います。はい、いかがでしたでしょうか。オーダーメイドのおかたびね、こんな感じで派手なおかたびを作るもよし、あとはオーダーメイドの腹掛け桃引きに合わせて桃引きと同じ生地でおかたびを作ってコーディネートを合わせるもよし、使い方はいろいろなのでね、ぜひ皆さんもオーダーメイドでおかたびを作ってみてください。ちなみにこのおかたびなんですけれども、祭り用品専門店の祭りすみたやで一足から作ることができます。なのでね、お気軽にご相談ください。動画を見ていただいてありがとうございました。まつりすみたやチャンネル、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。そしてこの度、お祭り用品のノウハウポータルサイト、まつり塾がオープンしました。まつり塾ではお祭り用品の選び方、使い方、お手入れの仕方を写真と動画で分かりやすく解説しています。ぜひご覧ください。